どうもこんにちは、マスです。これ見てください、チャイナタウンで見つけてきました、カップヌードルの味噌味です。イギリスではね、なかなかこういうタイプのカップヌードル手に入らないんで、かなり貴重です。今からこれを美味しく食べたいんですけども、ついでなんでね、災害などの非常事態を想定して何もないところでどうやって食べるかっていうのをやってみたいと思います。想定される条件として、まずお湯を沸かすポットがない、それからストーブね、火を起こすストーブもない、燃料もない。であるのはこのラーメン、それからティッシュペーパーですね、あとライター、からね、これろうそく。ろうそくはね、これ1個だと多分お湯沸かないと思うんですよ。だからまあ3つぐらい。それからお箸ですね。あとはね、カップラーメン作るのに必ずお湯がいるんですけど、お湯はないけど水は入れれるっていう条件で、じゃあまずね、ろうそくで火を起こします。でね、この小さなろうそくの火だけだと絶対お湯沸かないんで、ティッシュですね。ティッシュをまず長細く折って、これをくるくるくるっと巻いて棒状にしますね。でこれをさらに渦巻き型に巻いて、適当にほどけないようにしたら、ここに火をつけます。だいぶ火が安定してきましたね。小石を拾ってきたんでこれを置きます。さっきラーメンの蓋を開けてお水入れるとこ撮影したんですけど、カメラがうまく撮れてなかったんで、すいませんけどもう火にかけちゃってます。何をしてたかっていうと、まずラーメンの中にお水を入れたんですね。でお水を入れてから火の上に乗せました。で気をつけないといけないのは、このね、最初のうち下溶けて燃えたりしてね、バランスが悪くなるんですね。バランスを失って倒れやすくなるので、そこは気をつけてください。そこのね、周りの方、この辺はね、燃えちゃいます。あまり強い火力でやると穴が開いて水が漏れ出しちゃうんですね。でもまあ弱い、これぐらいの火力だと、その水が当たってるギリギリのところで容器に穴は開かないで、中のスープも漏れ出してこないっていう状態を保てます。で上の方はね、この辺までしか水が入ってないんで、水が入っているところよりも上に火がいかないように気をつけてください。上に行っちゃうとここが燃え始めてしまうんで、このままね、一度この1個のろうそくが燃え尽きるまで放置して、どこまでできるか見てみましょう。このね、側面が黒くなってるのは実際に燃えて焦げてるっていうのも少しはあると思うんですけど、ろうそくにね、ティッシュを含まして火を大きくすると、ものすごくこうすすが出やすいんですよね。このすすがついたんだと思います。
ほとんど火が消えた状態です。まだねちょっと残ってるんですけど、もうとろ火になってるんでこの辺でいいかなと思います。で今ろうそく1個分だけ燃やしたんですけど、今の段階こんな感じですね。大してお湯は沸いてないと思うんですよ。そんな熱くもないですね。でもどれぐらいできてるのか一回ちょっと開けて確認してみたいと思います。だいぶ麺は柔らかいですね。ちょっと一口食べてみますね。ん？あのね、熱々っていうわけじゃないんですけど、もうラーメンとしては出来上がってますね。麺全然硬くないし、あのスープもね、熱いわけじゃないんですけど、もう十分にあったかいです。もうね、追加で火かけなくても、これで十分美味しくいただけると思います。ということで、いただきます。ごちそうさまです。で食べた中こんな感じで綺麗な状態ですね。でそこもちょっとね端の方危ない感じはしますけど、それでもしっかりしてますし、穴も開いてないし、このまま普通に食べれました。手が汚れるのだけはねちょっとまずいですけど、料理をした後はこんな感じですね。石とか地面とかにすすがつくんで、あと溶けたろうそくがこぼれる可能性もありますから、汚れてもいい場所なのかどうか確認してやるようにしてください。